皆さんおはようございます、ひろちゃんです。はい、本日11月20日なんですけど、今ね、午前4時20分です。今日はですね、知り合いの社長と一緒にお台場で開催される予定のお台場旧車天国っていうのに行ってきたいと思います。見に行く側ではなくて、今日はね出店側なんですけど、知り合いの社長さんが出店するっていうので、ひろちゃんも一緒に来るっていうので、今回はちょっと一緒についていかせてもらうことになったんですけど、その様子を、動画で撮っていきたいと思います。ではでは。何やってんだよとか。大丈夫です、肝心なところはちゃんと切っときますから。コストコなんだよね。なんだ、アメ車全然いないじゃん。まあ、ここに、なんだっけ、フジテレビがあるんで分かると思うんですけど、今お台場に来てます。で、ここで何やってるかっていうと、今日オープニングでも言ったと思うんですけど、お台場旧車天国っていうのをやってるらしいんですね。で、今日はね出店側で出てるんで、あんまりいろんなとこ見ていけるかどうか分かんないんですけど、結構いろんな車が出てます。はい、今ケータリングの、エリアに来てます。朝飯食べてないんですよ、ちょっと朝早かったんで。僕はね、もうお腹空いちゃって、何を見てもね美味しそうに見えるんですけど、何にしようかな。とりあえずね、ドネルケバブを買って、それで食べながらちょっといろいろ回って見てみようかなと思います。ちょっと待って。
これ輸出、うん、30Z かっこいいな。Thank you.
今日この車で一緒に参加させてもらったんですけど、ザ・ジャッジっていう車です。日本に1台しかないんですね。1970年式のザ・ジャッジっていうのは、今のところ日本にはまだ1台しかありません。でこの車で参加させてもらったんですけど、昼間はちょっとなんだかんだいろいろ、今回はね出店側で出てたので動画があまり撮れてなかったんですけど、まあもう片付けです、ね、ザ・ジャッジ。はい、こんな車になります。ポンティアック GTO ジャッジ。ここはねスワップミーティングってところなんですけど、まあフリーマーケットみたいなものです。そのねスワップミーティング、実はねお隣さんすごくお近くの方だったんですよ。すごくね世間って狭いなとは思ったんですけどね。はい、これからね片付けして帰る準備しようと思います。では